AC-130 ガンシップについて紹介したいと思います。ガンシップという言葉には様々な意味があります。海軍用語では砲艦を意味し、軍事航空用語では攻撃ヘリを指すこともあります。今回紹介するガンシップは AC-130 ガンシップというアメリカ空軍がベトナム戦争中に歩兵など非装甲目標への攻撃を目的として輸送機の機体を利用し開発された局地制圧用攻撃機です。 AC-130 は一般的な攻撃機や戦闘爆撃機、護衛機の弱点を解消するために開発が進められた攻撃機です。これらの機体の弱点とは、特定の目標に対して連続攻撃を行う場合、緩やかに降下しながら前方の目標に発射あるいは投下して目標上空を通過後に上昇旋回して反復攻撃をかける形になります。しかし目標の上空を通過してから反転し再び目標の射程に入るまでの間は攻撃ができないので、敵を足止めしきれずに逃亡されてしまう可能性が大きかったのです。これに対してガンシップは攻撃目標を中心とした低空左旋回を行いながら胴体内部から左側面に突き出す形で連続射撃によって攻撃し、機銃弾や機関砲弾の豪雨を目標に対して間を空けることなく浴びせ続けることが可能です。さらに元の機体が輸送機ということもあり、弾薬も大量に搭載可能です。対空機関砲やミサイル対策として装甲を強化するとともに、 JAF、フレアや ACM 装置など自己防御装置も装備されています。 AC-130 はロッキード C-130 ハーキュリーズ輸送機に重火器を搭載できるように改造した対地専用攻撃機で、赤外線センサーやレーダーによる高度なセンサー、艦船後方システムと GPS を利用した高度なナビゲーション、精密な射撃を可能にする火器艦船コンピューターシステムを備えた重武装かつ長期耐久型の攻撃機といえます。AC-130 の歴史は長いものです。1960年代に始まったプロジェクトテイルチェイサーから有名な AC-47 ガンシップが生まれました。これこそが最初のガンシップとされています。AC-47 が初出撃したのは1964年。それに続き AC-119G シャドウ、AC-119K スティンガーが活躍していました。その影響を受け、プロジェクトガンシップ2が開始されたのです。次々と開発され運用されたガンシップ、AC-130A プロジェクトガンシップ2から始まり、AC-130A サプライズパッケージペイブフロント、AC-130E ペイブスペクター、AC-130E、ペイブイージスと様々なガンシップが誕生しました。そしてベトナム戦争時代に初めて 105mm 榴弾砲を搭載した AC-130H スペクターが生産されました。AC-130H は 105mm 榴弾砲に加え、さらに 40mm 機関砲、20mm バルカン砲を2門搭載しています。スペックはこちらです。
ちらは1分間に何発の榴弾砲が装填発射できるかという映像です。その後も改良は続き、AC-130U、スプーキー2、AC-130W、スティンガー2などが誕生し、運用されています。AC-130W は、105mm 榴弾砲は持たず、誘導爆弾や対地ミサイルといった精密誘導機を主兵装とするタイプです。しかし AC-130H は退役が決まり、2015年の5月にはアメリカ空軍から最後の AC-130H スペクターガンシップエクスカリバーが退役しました。退役式で行われた第27特殊作戦航空団の第16特殊作戦飛行隊では、過去46年間にわたり使用されてきた AC-130H8 機を2年間で1機ずつ退役させ、ついに最後の1機が退役となりました。これで全ての歴史的な飛行遺産 AC-130H が退役したことになります。また AC-130U、スプーキー2、 AC-130W、スティンガーといった現役機も間もなく退役する予定です。これらは航空権を獲得できるだけの航空兵力を有するアメリカ軍のみが保有しており、敵の地上部隊やその支援部隊に対して強力かつ精密な攻撃を行うことができます。現在 AC-130 は空軍特殊コマンドでのみ運用されています。ベトナム戦争以外にも様々な紛争や内戦にも投入されています。いろんな機体の退役が決まるのと同時に、精密な近接航空支援に特化した改修案 AC-130J の開発が発表されました。 AC-130J は C-130J スーパーハーキュリーズ中型輸送機を原型として作られました。スペックはこちらです。 AC-130J は大幅改修されており、 30mm 砲、105mm 砲、 AGM-176 グリフィンミサイル、ヘルファイヤーミサイル、 GBU-39 装甲系爆弾を運用する史上最強のガンシップです。 105mm 榴弾砲の威力は、着弾地点より半径20メートルから30メートル内の目標を爆風と破片によって殺傷するという航空機搭載用の砲としては桁違いの破壊力を持ちます。 AC-130J は主に兵士を乗せたヘリコプターや輸送機に帯同し、最も危険度の高い敵地での降下時に
周囲への制圧射撃などを行います。つまり空から敵に攻撃を浴びせ防御態勢を強いることで味方を護衛したり、地上へ降下した味方兵士の攻撃要請に対して空からの射撃支援を行うことができるのです。 AC-130J の兵装は左側に集中搭載されており、敵の周囲を左旋回で周回することで継続して効果を浴びせ続けることができます。また射撃照準用の赤外センサーによる航空偵察任務や地上への情報提供も行います。 AC-130H は単純な火力においては AC-130J を上回りますが、 GBU-39 は射撃距離と精度、威力で 105mm 榴弾砲を上回り、携帯型地対空ミサイルの射程圏外から攻撃できるので、相手によって攻撃方法を使い分けることができます。AC-130J は2021年までに32機が配備され、AC-130H、U、W を全て置き換える予定になっています。軽量、高速、高性能なこの新型機に対して空軍少佐ジャロット・ビアーズは旧式機より燃費が 25-30% 改善され、最高速度は時速670キロで AC-130U の480キロより速い、航続距離も 4800km で高度も 85000m まで上昇可能と AC-130U より約 1000m 高く登れると言っています。 AC-130J ゴーストライダーもまた最強の攻撃機の候補といえる機種になるはずです。最強ガンシップ AC-130 の歴史はこれからも刻まれ続けるでしょう。This narration is brought to you by Anne. Thank you.